Alright, hello everybody, Slippery9 Cat です。今回もですね、マインクラフトやっていきましょう。今ちょうど雨が降り始めたのでね、どんな感じに見えるのか、ちょっと今録画開始しました。ここが前作った倉庫の、入り口の屋根のところですね。まあ、ここにいるんだったらちょっと雨宿りできるんじゃないかなっていう感じで作ったんですけど、いい感じにできましたね。将来、なんだろう、水が溜まったところからこう垂れてくる感じでなんか来るといいんですけどね。これあるじゃないですか、屋根からこう溜まった水が流れ始めるみたいな感じで、そういうのがあったらもうちょっと綺麗になったんじゃないかなと思います。で、前回作ってた家の方ですけど、屋根の方とか内装の方をちょっとだけやりました。まあ今こんな感じですね。ちょっと雨うるさいからやっぱり寝て朝にしよう。そして馬が雨ざらしになっている。すや、まあ、今回はあそこの家の内装をやって、で橋の方をちょっと作り始めようかなと思っています。あ、そうそう、前回 MC パッチャー入れたって思ったんですけど、実は入ってなくてですね、テキチャパックだけ入れてた状態になってたんで、MC パッチャー入れてきました。雲の方とかが、うっすらと見えますね。やっぱベタースカイとかが入っていますので、まあいい感じじゃないでしょうか。まだ 1.8 のはベータ版なので、まだ完全には完成してないんですけどね。マラガラスの方も、つながってるようになってますし、羊毛もですねつながってるようになりましたね。ノーイス。では早速内装の方をいろいろとやっていきたいと思いますけど、どうしようか。いろいろと革が必要なんだよね。まあ、いや、ベッドも作っとかないとね。オッケー。で、あそこの床はどんな風にしようかってちょっと今悩んでるんですけど、適当に木のブロックでいいかなとは考えてはいますけどね。こっちの方をちょっとした寝室にしましょうか。案外小さい部屋に憧れてるんですよね。どうやって置くか、こんな感じか。いや、でもちょっと変な気がするな。一応ね、壁の方、おっと、こう作ろうとは考えてるんですけど、このエリアでいかになんか寝室っぽくシャレオツな部屋にしたいかっていう自分へのチャレンジみたいな感じがあるんですけど、こんな感じかな。で、ここに本棚とかちょっといろいろと小物置いてみましょうか。そう、松明置かなきゃ。明かりもな、ちょっと工夫したいなとは考えてんだけど、チェストだろう。チェストに本棚だな。本棚をあそこに置いて、ちょっと本好きだから寝るときもね、本読んでるみたいな感じにしましょうか。よっと、あれか、たくさん牛増やしてきましたからね。しばらくの間は増やさなくてもいいでしょう。ルーティングの剣が欲しいっすね。そうすれば革とかたくさん手に入るんで。ただもう牛肉はいらない。この中にも牛肉今はね、また1スタック溜まりそうやな。持ってる場だけでももう焼肉ほぼ1スタックですからね。1スタックとちょいか。だからそこまでどうすんだよって話になりますけど。よいしょと。で、本棚、これで2つ分ですな。案外ね、寝室とかああいう小さい部屋をどうやって作るのかって考えるのは好きですけど、なかなかうまく作れないんですよね。よくニコニコとかで
見たりするんですけど、あ、こういうのいいなとかよくあります。このテキスチャーパックのせいでここに骸骨あるから、ちょっとこいつ黒魔術師かなんかって思っちゃうな。まあ、仕方ないね。でクラフティングテーブルもちょっと置こうか。ここに置いて、でそこの横にチェスト置いて、なんか小物入れるようにしましょうか。 OK。 でそうだな、なるべく松明使いたくないから、前に掘ってきた、あった、レッドストーンランプ、これ使いましょうか。で丸石が必要だね。いつもあそこに入れるのめんどくさいからこっちの方に突っ込んじゃうんですよね。あれねえや、あった。で一応あれからまた一本エンチャントしたんですけど、フォーチンつくかなと思ったけどつかなかったですね。こっちアンブレイキング3とエフィシェンシー4、もう完全に仕事用の仕事人ピックとなってますね。ここだね。どっち置こうかな、こういう感じに置きましょうかな。そうすれば夜ね寝るとき、ああもう眠いやと思ったらここで消してね、睡眠、まあ、就寝できると、そういう感じですね。あともうちょっと飾り付け欲しいね。ここら辺何もないのは寂しいから、羊毛もたくさんあるわけですから、絵画とかちょっと飾ってみますか。うん、2つ作りましょうか。これ紙だ、3つ作っちゃったな、まあいいか。であそこのドアは入り口のところに白樺使ったから、そら前に作ったやつあったんだ、あった。これを寝室の入り口にしましょうか。で部屋の前のところをリビングクォーターみたいな感じにしようかなとは考えてますね、ここ。ただどうしようかはちょっとまだ決めてないですな。ここの小さい部屋をいかに工夫するかってのもポイントの一つですね。よし、でここでねプライバシーが守られると。貝側、こっちの方も一応つけられるのか。これ階段なんですけどね。あれペインティングどっか飛んだぞ。あれどこ行った、多分外に飛んじゃったかな。あった、あそうだ、一応ついでですから屋根の方も見せときましょうかね。まあ、かなりスタンダードなシンプルなね宿にしまし、屋根、宿じゃないや、屋根にしました。まあこじんまりとまとまりがあって案外うまくできたと思います。あとそうだ、こっちの方はね全部上まで本棚を置きます。そうすればねブロックが宙に浮いてるっていう変な感じにならないんですけど、また飛んだ。あこれでいいね。でこっちはちょっとこれはでかいな、これはもうちょっと小さいのがいいな。これは同じやつ、これは下水道、これは違う、まあ、これでいっか。ちょっとしたバナーあれ、こんな感じでいっか。クラフティングベンチとテーブルも入っていて、まあ、ここにね本とか入れときましょうか。でね明かりの方もうまくできたと思います。もうちょっとこのレバーうまく隠せればなとは思うんですけどね、まあ、仕方ないです。本棚ねこっちちょっと骸骨あるのがあんまり好きじゃないんですけど我慢しましょう。でここにいろいろとね書類みたいな感じを貼り付けるみたいな、そんな設定があってもいいんじゃないかな。よし、じゃああとはここの家の床だね。
ただ一回ってのもあるかな。いけね。一回だから、あんまり。木だとちょっと、木でもいいんだろうけど、ちょっといろいろ織り交ぜていきたいかな。ダイオライトちょっと試してみるか。まあ1階だから床はね、石関連でもあんまり変じゃないと思いますし。清潔感あっていいんじゃないかな。ポリッシュはどんな感じだったっけ。ああこういうやつか。あタイルだね。ここの本棚っていうか本の周りだけポリッシュダイオライドにしてみましょう。で、まあ、ところどころ床にグロスストーンでもはめ込んで光源にしてみましょうか。一応ねシルクのエンチャントのやつ前に作ったじゃないですか。ですからそれなりにグロスストーン集めてきました。できればねチェストフルの1ラージチェスト分集めたいなとは考えてますけどね。ここですね。ここにグロスストーンを置いたら、あらおしゃれ。これ松明いらないんじゃないかな。グロスストーンなかなか明るいですからね。 OK 見てくださいよ。ここだけでもなんかもう雰囲気がマシマシじゃないですか。店長雰囲気マシマシで一杯。なんか違うな、まあ、こんな感じですね。まあ、床もね半ブロックにしたんで完全に隠れてないですし、であとはもうちょっとねごちゃっと内装を置こうかなと。さてこんなもんでいっか。ここのお家はあとはねオフカメラでまた色々とゴニョゴニョっとやらせていただきます。一応ねベタースカイの方も入ってるんでね、お星様が結構綺麗ですね。せっかくだからちょっと夜の雰囲気も見てみましょう。ん？気のせいか。松明はあれか。一回なんかピンクみたいな、あれ、やつが飛んでったから、なんだろうと思ったんだけど。うわ、めっちゃ暗。こういう木とか利用してツリーハウス作るのもなんか案外悪くないかもしれないですね。ちょっとイメージにパッと浮かんだだけなんですけど、まあツリーハウスだったらジャングルの木が一番楽なんですけどね。これであともうちょっとで上なんだけど、なかなかうまく置けない。あ、流れ星じゃん。マジか、ベタスカイ流れ星もあんのか。超シャレオツ。おお、あれですね、あれが一番輝いてるのがノースポールみたいな。ノースポールじゃないって、ノーススターみたいな。で案外キラキラしてるんですね。で夜はというと、まあまだまだ3軒しかないから寂しいですな。もっともっと増やしていけたらなと思いますけど、まあ、これからはね暇つぶしに小さいお家何軒か作っていこうかなとは考えてるんですけどね。か動画撮ってない時でも。あとそうだ、向こうの方ね結構頑張って木切り落としてきたんですけど、あっちの方に植林場を作ろうかなと思います。だってねこっちの方に
家の近くに直輪場あると便利っちゃ便利ですけど、設定がなんか変だからね。まあで今回はね、前回言った通りあっちの方に橋伸ばしていこうと思います。Good morning. Good morning. よろしい。あそこですね。まあいろいろとモブが湧いてしまってるんですけど、じゃそれはスルーしてと。糸欲しいな。落とさなかった。ここら辺ですね。あそこのくぼみみたいなところはですね、まあマーチャントいて、まあ、マーチャントが来てもね大丈夫なように、まあ、ちょっとしたトレーディングポストみたいな作ってみようかなと考えてるんですけど、まあ、船乗り場みたいな、そんなのをね。痛いな痛いな。分かった分かった、お前の勝ちでいいよ。ったく。ですからここから向こうの方に伸ばしていこうと思います、橋を。で材料の方もね、こっちの方にいくつか持ってきたんですけど、絶対足りないな。うん、これじゃ足りないからもうちょっと作っていくけど、一応イメージ的な感じで組んでいきましょう。ただ下をですね、橋の下をですね船が通れるようにしたいから、そこら辺も考えて設計したいなと思います。あのスケルトンめっちゃ邪魔くさいから弓持ってこう。でこっちの方に馬もいるけど、あとでねあっちの方に牧場みたいなの作って移動させましょう。この野郎邪魔ばっかりしやがって。さてどういう風に作ろうかなんだよな。ただあっちの方がなんかちょっと陸地に近い気がするな。まあいいや、こっちで作るって言ったからこっちで作ろっか。そしたらまあここら辺は砂から土に変えとこっか。よいしょと。まあこんなもんだね。で大体真ん中あたりにちょっとした柱物を付け加えようと思います。大体あそこら辺かな。で幅は2マス3マス。邪魔だよイカ。3マスにしましょうか。幅は柱のね。よいしょと。うん、こんな感じでちょっとしたアーチ状にしていきましょう。まああれはもうちょっと上に伸ばす予定で作っていきます。もうちょっと太くした方がなんか安定感があるかな。あそうだ、ジャングルも探さないといけないんだよな。ジャングルか沼地。沼地はどっかで見た記憶があるから、そこに行ってまあ釣るでもね、回収してこけし作りましょう。で水に濡れてるところをところどころ変えていけば、見た目的にもかなり納得できるものができるんじゃないかなと思います。で横半は3マスやから歩くとかも3マスになるね。で床はどうしようか、丸石でやるか焼き石でやるか、あるいは木でやるかなんだけど、ここは木の方がいいかな。ちょうどあそこせり上がってるからな、あそこに届くように作りたいけど。一応こういう風にいけね。まあ、アーチ状に支えというかサポート作ろうとイメージしてますけど、
そうすればもっとずっしりした感じが出るんでね。うん、いいね。ただ2マスじゃなくて1マスだけでもいいかもしんないな。そこの階段いらないみたいな。うん、で反対側にも同じことやってみようか。トントントンと。うん、あそこもフルブロックじゃなくて石の柵でちょっと変えてみましょうか。そうすればもうちょっとなんかずっしりというか覇者のサポート的なものができるかな。そろそろあとネザーの方も行ってポーションの方とかも手出したいな。うん、一応まあ横のブロックがまあフルブロックなのでこういう風になりますね。ちょっと下突起が出るんでこっちの方がいいですね。で上の方を歩く場所を、まあ、スペースにして、まあ、もうちょっと上げるとしてもね柱にすればいいだけですし、いい感じですね。ただ歩くブロックを何しようかっていうのがさっきから悩んでんですよね。まあでもやっぱり木の方がいいか。全部石だとちょっと変かなと思いますんで。半ブロックにしてみてと。で上の方を半ブロックに抱えして、で手すりとかをですね、まあダイオライトとか、まあ、あの焼き石のねブリックとかで、まあ、あの縁取ればいいんじゃないかな。んー、ただねどうするか。もうちょっとあれ1マス上に上げるか。で一番悩むところが橋の始まりだよな。ここをどうやって作っていくかなんだよね。こんな風になるかな。じゃあでここでどんどん上に上がっていってスムーズに、まあ、あのブロック半ブロックでいけるようにしてみましょうか。で縁通りオーダー邪魔だ。焼き石のブロック、うん、レンガいいかもしれないですね案外。でところどころダイオライト混ぜてみればなかなかおしゃれにできるんじゃないかな。で柵とかね、まあ、人が落ちないようにするか、あるいはこのままにするかは、まあ、後日決めるとして。そうですね、こういうテーマにやっていきましょう。まあ道とかもね後でいろいろといじっていこうと思います。よし、じゃあ何分録画したのか今ちょっと確認しますね。だいたい今2時4分撮っていますので、今回ここら辺で終わりにしましょう。まあ案外ねまた一本撮りみたいな形になってしまったんですけど、まあ楽しんでいただけたら幸いです。まあ、今回はメインに橋とこっちのねお家の方の中身は完成という形になりました。まあ、もうちょい内装の方をいろいろといじっていくつもりですけどね。まあまた今回も楽しんでいただけたら幸いです。さっき言った通りね、できればねコメントとか高評価とかしてくれると非常に嬉しいんですけど、まあしなくても結構です。してくれたら嬉しいっていうことだけですからじゃあね、また次回もお会いしましょう。バイバーイ。